今回はですねハスの植え替え株分け作業をやっていきたいと思いますまあ、去年からとかハスを育てた方まあ、毎年ねもうハスを育てている方この時期になってくるとですね、まあ、春先ですねハスのね植え替えをする時期になってきましたハスは基本1年でめちゃくちゃ成長するので毎年ですねこの春先1回必ずね植え替えをしてあげてください えー、この時期ね植え替えてあげないと花上がりがね格段に、えー、悪くなります。なので、えー、花をね確実に楽しみたいという方はねこの時期、必ず植え替えしてあげてください。まあ、1年ぐらい放置でも、えー、多少はね咲くんですけど多分ん2輪3輪ぐらいしかね咲かないんですよね。えー、この中にレンコンが、ね、パンパンになってしまって窮屈になって花上がりがね、えー、植え替えしないと圧倒的に落ちますので必ず1年に1回は、ねえー、植え替えをしてあげてください。で植え替え替のの時期もこの春先ぐらいしかほぼ まあできないと言っても過言ではないですね、目が伸びてきちゃうのでこの春先にしかできないので、はすを育てている方、春先、必ず、ね、植え替えしてあげてください、まあ、植え替えの時期としましては静岡県、桃園ではだいいね2月、3月ぐらいでやります。 2、3月、まあ、4月ぐらいでも、ねえー、大丈夫ですけど、えー、どんどん、ね、暖かくなると目が伸びてきて植え替えのときに目を折っちゃう、ね、リスクが、えー、ありますのでできれば、ね、早い時期がいいです、ただめちゃくちゃ寒い地域で、えー、まだ2月とか多分、ね、関東より西の平野部とかだったら2月ぐらいでもいいんですけどもうちょっと、ねえー、寒い地域だったら3月とか、ね、4月植え替えでもいいです。 まあそうですね、まあ、そのぐらいの時期間ですね、多分うんちょうどいいのは3月、寒い地域だったら4月ぐらいですかね、暖かい地域だったら2月みたいな、えー、認識ですかね。 あとは例えば季節のの植物ととかで見るっていうのもいいと思いうも思ます例えば2月に植え付け植え付けというか植え替えしますよって言ってもさっき言ったように、まあ、北と南では寒さも違いますし今年は暖かい冬とか、えー、早くね暖かくな,なるとかで結構ね変わってきますよねなので、えー、こう植物のね、えー、他の植物ですねこれとかちょうどつくしが当園ねもう出てたんですけど、まあ、日当たりのいいとこですけどねなんでこういうつくしが出始めたりしたら植え替えるとか。 っていいううイメージだともほほぼほぼ一律じゃないですか寒い地域でつくしが出てきたらやっとこっちも静岡県と同じぐらいなんだなとか思えばだいたいね植え付け時期植え替え時期ですねもう分かると思いますしこんな感じでね桃園だとこの植え替えした時ですねちょうどね梅もね満開でしたなのでつくしが出始めたら植え替えようとか梅が咲き始めたら植え替えようとかね寒い地域の方、まあ、南のあったかい地域の方静岡県とね違う方はこういった、まあ、植物の、ね、営みっていうかまあ開花 時期に合わせて植ええ替るのもねいいいと思いますえ多分ね冬現状、えー、今、まあ、春,春先か春先ですね現状は現状春先、えー、こんな感じになってると思いますハスですねもう枯れて、まあ、去年のこういう残った枯れた枝みたいなやつですね茎か茎の枯れたやつとかがあっても葉っぱは何もない状態ただ多分前の動画とかでも自分が紹介してたように、えー、乾燥させずにちゃんと水は、えー、入れてあると思います、えー、なので、えーこん このたらいをですねこっからまあひっくり返して水を抜いて、えー、植え替え株分けしていきますなので、えー、がっつりね今年ハスを楽しみたい方花をねたくさん咲かせたいという方今がねめちゃくちゃ重要です、えー、なので絶対ね植え替えをしてください この動画ではね植え替えの方法株分けの方法中でねレンコンいっぱいできてますのでその株分け方法植え付けの方法ここからレンコン取り出してここ植え付けるまで全部ねやっていきますこの動画ね一本見ていただければハスのね春の準備はねバッチリできますし花がね夏に向かっていっぱい咲いてくれると思いますのでぜひね動画最後までご視聴くださいで今回植え替えしていくのがこの桃園の90リットルで育てた大型品種の清涼高蓮ですね でこんな感じでまずは中のね水を捨てちゃいます、まあ、めちゃくちゃでかい容器でやってますけど皆さんもね10リットルバケツでもね同じ容量なのでえ同じようにやってください、まあ、まずねこんな感じで水を全部捨てちゃうと、まあ、中のね土だけになりますでこの時ですねレンコンは基本ね一番底の方にできてますのでもう上の方はですね別にもうどうなっちゃっても大丈夫ですえなのでもう上の方はもうなんだ もううひっくり返しちゃう感じです、まあ、10リットルバケツと比べるとこんだけでかいのでもうめちゃくちゃ大変なんですよこれよくね1人でやってるんですけども腰がねほんとねやられるかと思いました、まあ、むしろねやられてますね、まあ、90リットルなんでねもう持ち上げられないので水こぼした後はね引きずってひっくり返しますで先ほども言ったようにもう上はねもう完全に枯れててそこの方のねレンコンだけなのでもう上の方は完全にひっくり返しちゃってもうこんな感じで勢いよく ぶち倒しちゃって大丈夫です。こんな感じ。重たいので、もう放り投げましたね。まあ、放り投げちゃってもね、えー、全然問題ないって感じですね。で、そうすると、底の方にこんな感じでレンコンができてます。なので、注意しなきゃいけないのは、底の方なんで、ほんと上の方はね、勢いよくぶち曲げちゃって大丈夫です。でそうするとこんな感じで、とぐろを巻いたようにレンコンがね、いっぱいできてます。どうですか でこれねこれで目が伸びてきちゃうと上の方にね目がいっちゃってその時に、ね、折れちゃう可能性があるのでこの目が伸びる前のこの時期に植え替えるのがベストっていうのが、えー、そうですね今の時期がベストっていうことですね。ねでこんな感じで結構ね立派なレンコンが、ね、できてますね大型品種なのでねでかいですね。でここから後は、えーまあとは水を使って水圧で周りの泥を、ね、どんどん落としていくとこんな感じで、ね、レンコンがあらわになっていきます。 この時に無理やり引っ張ってどんどんね、レンコンを株分けさせない方がいいです。えー、水圧を使ってですね、この徐々に、えー、ドローをね、落としていくと、レンコンがね、ほんとあらわになってきて、だんだんね、水圧でほぐれてきたりもするので、最初は水圧メインでやって、レンコンが、ね、あらわになってきて、結構ね、取れやすくなってきた段階で、こんな感じでち、ちょっとずつちょっとずつほぐしていくイメージですね。ほんとね、これレンコンデリケートで、結構ね、簡単にね、芽とかがポキってね、折れちゃったりします。まあ、ちょっとくらいで折れちゃってもね、全然大丈夫なんですけど、まあ自分はね、ちょっと販売してるので、売り物をできるだけね、 降りたくないのでこんな感じで慎重にちょっとずつ、えー、ほぐして、えー、取っていきますである程度のとこでですねまあ大体3節 か4節ぐらい残ししてて自分は切るようにしてます、まあ2節ぐらいでもいいんですけどね、えー、こんな感じで切っていきますまあ、このあとねどんなとこで切るかとかをね、えー、詳しくまたね解説していきたいと思います、えー、こんな感じで1234節ぐらいとこれ脇き芽とかもね結構出てるんで、えー、そうなんですよ、まあ、切り方がねちょっとね難しいんですよねポイントがねちょっとありますのでこのあとねちょっとゆっくりめで見て解説していきますまあ、この一番上のやつからねどんどんほぐしていくイメージですね でこんな感じでちょっとクイクイってやると、えー、出てきますので成長点が123節、えー、ありますよねでだいたい3節はできればね欲しいので、まあ、成長点の頭から3節残るような場所で、えー、カットしていきますこれだとまあこんな感じでトグを巻いてますねこんな感じでグーっていう感じで巻いててで3節あでここに脇目芽があるのでこの脇芽の1個後ろぐらいこの辺からね切っていこうかなと思います でここで切ると、脇芽プラス、でっかい株になると思います。で、また、えー、そうですね、こんな感じで取れましたよね。立派なのが取れました。で、収穫したレンコンを見てみると、これが成長点、1、2、3節と、まあ、ここ、3節、そこまであればいいですね。まあ、ここで切っちゃいますね。下に脇芽があるので、3節と、この4節目のところは脇芽を生かすので、ここはもういらないですね。ここはなくてもいいので、まあ、ここら辺はもうカットしちゃっていいですよ、ここら辺で。 ここら辺でカットしちゃってもいいしこの上でカットしても大丈夫ですねなんで2箇所カットしてもいいですね脇芽があるので、まあ、こんな感じでどんどんねレンコンをカットして収穫していくっていうイメージですね、まあ、脇芽はねまあ最悪そのまんまでもいいっちゃいいですほんと皆さんのねお任せですね、まあ、これとかも3節残してこの辺4節目の辺りで切るイメージですね、まあ、なんでこっちもこの成長ってから123節3節ぐらい残して切る あもう引きちぎりましたねこれもあまあ4節のありますかね1234節ぐらいのとこですね、まあ、なんで4節か3節のとこで目安でね切ってもらえば大丈夫ですこんな感じでねどんどん収穫していきますあとはもう本当先ほど言ったようにこの水圧とあとはハサミで切断していくっていう感じですね本当メインはね水圧でやってあげた方が時間をかけてですね失敗がね少ないです これがね成長点ですね、それ先ほど言っている芽、えー、が出ているとんがっているところ、ね、が成長点になりますので、ここからスタートしていくというイメージですね。ね、えー、ここの成長点がどんどんね伸びていくという感じですね。ねこんな感じでこっちにどんどん伸びていくこのとんがっているのがあるところが重要です。これがね一番重要で それ以外のところは、ね、もういらないですね、ぶっちゃけ後ろの方のこの残ってるところはもうここからね、成長点がないところはもう芽が出てこないです、こんな感じでこの辺の切っちゃって成長点がないただのこういうレンコンみたいな部分、ここからですね、もう芽が出てこないのでこの辺のレンコンはまあ捨てちゃうか食べちゃいます、まあ、食べたことないですけどね、<laughs> まあ食べれるかもしれないですけどねそして掘り出してみるとこんな感じでね、えー、全部で1、2、3、4、5、6、7株ぐらいですね、ありましたね。なんで本当毎年植え替え してあげないともうこの数がねパッパに詰まっているので、えー、本当基本1鉢、まあ、1たらい1バケツに1株植えてこんだけになりますので必ず、ね、毎年、えー、植え替えてあげてくださいでこの取れたレンコンの中でまあ、一番でかいやつですね立派なのをまあえー、植え付けて、ね、いただければ大丈夫です、まあ、一番立派なのって言うとやっぱ、ね、この、えー、でかいやつですよねこの太いやつとかが、えー、一番 立派ですし先ほども言ったように多分この成長点ですねここが重要なのでここがねしっかり残ってるやつにしてくださいたまにね折れちゃったり腐っちゃったりしてねこうダメになっちゃってるのもあるんですけど例えば折れちゃったりこれとかね結構立派なんですけど折れちゃったりこれ腐っちゃってたのかなここ先端がなくなっちゃってるんですけど先端がなくなってもこんな感じで脇からですねどんどんね新しい芽が出てきますので先端がね折れちゃっても問題ないです 例えばもう発送とかね輸送の関係でたまにこういうの折れちゃったりするんですけどまたねここの脇からね芽出てくるんで全然大丈夫ですこれとか先端折れちゃってるんですけど横からねめっちゃ立派な芽がね出てきてるので、えー、問題ないですまあ当園でもまあお客さんにねこれちょっと売るのあれなんでうちはこの折れちゃってるやつをね、えー、今回植え付けていこうかなと思いますこの一番立派なのはね、えー、ヤフオクで販売しようと思いますのでぜひねこの清涼光蓮、えー、購入したいなと思っている方、えー、ぜひね落札してみてくださいこれはちょっと サイズに入るかなぁこれかなり立派ですけどね、まあ、この辺はねもうこの,このいいやつはうちはねこの辺とかもねかなり立派なやつはもうお客さんにね売っていこうかなと思いますこの辺とかまあ小さめサイズとかですかねまあ、この辺もね全部売ってきますここからね植え付け作業です、まあ、植え付ける時、まあ、整理するとしたら、まあ、これとかはもうそのまんま植えちゃってもいいですしちょっとね子株が多すぎるので これとかねこの,この辺はねもう余分な脇き芽なんでこの辺はね取っちゃってもいいと思いますね。あんまりわき芽ついたまま植えるとやっぱねパンパンになっちゃうのでこのぐらいがベストですね。これぐらいのでもう植えつけちゃう感じですね。基本1、2、3節もしくは2節でも大丈夫ですね。なんでこの辺で切っちゃってまああんまり大きくて入らない場合ですねこの辺で切っちゃって2節残っててこの切れ端みたいな感じでも問題ないです。 ぶっちゃけ一節とかでもね出てくるパターンもあるんですけど安全を見るだったら2節残してここで切って植え付けみたいなイメージですねなのでこちらのちょっと折れちゃってる子ね植え付けていこうと思いますまあ皆さんはね、えー、とこういう一番いいやつですねちゃんと先端が残ってるいいやつをまたね植え付けてもらえばいいと思いますじゃあこ からですね、ハスの植え付けをやっていこうと思いますけどハスで使う土も基本、水田と同じで、まあ、メインで使うのは、まあ、芝の芽土あと栄養があるのとして、えー、園芸用の培養土です、ね、これはホームセンターで売ってるまる、あ、お花植えつけるように元から肥料が入ってるよみたいな堆肥とか腐葉土が入ってるやつ、これは別に、ね、自分こだわりないです。 ホームセンターで、えーはい、培養土って言ってるお花の培養土の一番安いを使ってきてるだけなのでこれはね特別、えー、大丈夫ですしあと古土がある方は古土もね、えー、使って大丈夫です当、まあ、園はこんな感じで、えー、スイレンとかねハス植え替えた古土ですねでこれをまあ広げてその中に苦土石灰を少量混ぜてまあ2週間ぐらい置いたのを古土として使ってますね苦土、まあ、石灰は別に混ぜなくてもいいですし、まあ、混ぜたら2週間か3週間ぐらい置いとくのがベストですけど基本ね、えー スーレもハスも土選ばないので去年使ったね古土乾燥させて、ね、使っても全然問題ないですなので当園は古土もね使ってますまあメインはなんでその芝の目土と古土少量この培養土を入れるぐらいですねあと必要なのがこの元日ですね当園ではマガンプ系の大粒を使ってますが、まあ、今年ねちょっと植え替えてみて思ったんですけどこんな感じでね結構ねマガンプ系の大粒意外とね残ってるんですよね 思ったよりスイレンほど、えー、このマガンプ家の大粒ねそこまで吸収しないみたいなので去年ね結構大量に入れたんですけど今年はねねちょっと、ね、少なめに入れてみようと思います。 まあ自分もねねこんな感じで毎年ね試行錯誤やってます正解にまだたどり着いてないのでね毎年毎年改良していってます。去年ねこのマガンプケの大壺を大量に入れて、まあ、やってみたんですけど本当今年ひっくり返してみたらそこまでね吸収されてないのでマガンプケは本当に少量元日はね発数少量でいいかもしれないですね。むしろ元日なしでも全然大丈夫です。初心者の方はちょっと元日とか入れると加減が難しいので元日を入れずに追肥で IB 化成肥料を適時月1回ぐらい入れてあげる方がいいかもしれないですしハスは基本植え付けてからこのレンコンの、ね、栄養で育ちますので元日なしで立場が出てきたら追肥とかでも全然大丈夫ですのでちょっと肥料の加減難しいよっていう方はあの初期のね間が系の大粒は入れなくてもいいですし IB 化成とか効きが早い肥料は今入れても、えー、ハスがね育つ前になくなっちゃうので えー普通の IB 火星とかは入れなくて OK ですそれはえ立場が出てきてから、えー IB 化成とかを入れたい場合は立場が出てきてからですもし元日として入れるだったらマガンプ系だけにしてくださいでマガンプ系も入れる量はねほんと少量にしてあげた方がいいと思います、まあ、自分もねまだ探り探りなんで心配な方はねほんと入れなくてもいいと思います立場が出てきたら追肥みたいな感じでいいと思いますまあその辺もまたね発生成長してきたら動画で紹介していきたいと思いますまあ自分はちょっと入れるパターンでやってみたいと思いますが初心者の方は入れなくてもいいです そしたらね、ここから植え付け作業をしていきたいと思います。まあ、入れる土はですね、まあ、まず培養土を入れる方は、一番そこに培養土を薄く敷いてあげてください。このね、培養土もね、なくてもいいかもしれないですね。自分は、まあ、元日を入れるので、一応、お守り狩りにちょびっと入れてますけど、培養土ね、なくても、ぶっちゃけいいです。 まあ、そうですね、もうお好みですね。自分はね、気休め程度に入れてますが、もし培養土入れる場合は、これ薄くです、ほんのちょびっとです、す本当こんな感じでも一センチ降り積もるか積もらないかぐらい、ちょっとだけ入れてあげます。で、この先ほども言ったように、マガンプケのおつもこんな感じ、ほんのちょびっと、ちょびっとだけですね。で、これ、周りを張って成長していくので、周りにちょっとばらまく感じですね。中心部じゃなくて、周りにほんのちょびっとまく感じです。これはなんで、えー、入れなくても OK ですし、まあ、入れたい方は、 少量入れるって感じででその上にまた薄ーくね培養土を敷いてあげるって感じですこれもまた薄くでいいですほんのちょびっとですもう本当に培養土はねあってもなくてもいいぐらいなんで本当にちょびっと薄くでいいですでこんな感じでまあだい大体、ね、マンガンプが見えなくなるぐらいまで、えー、薄く敷いたらあとはここにね、えー、振る土を入れていきますまあ、振る土がない方は、えー、芝の芽土、えー、もしくはあ赤玉土の小粒、まあ、ある方は田んぼの土とかで、ね、荒木田土 を入れてあげればいいと思います。まあ、自分はそうです。このフルーツを使ってます。 芝の目土もね結構種類があるみたいなんで、えー、芝の目土イコール赤玉土の祭流なので赤玉土の祭流の芝の目土をね使ってください自分はねカインズさんのところのを使ってますもう自分の地域ではコメリさんも芝の目土がね赤玉土の祭流なんですけどたまにコメリさんもなんか地域によっては赤玉土の祭流じゃないのえ使ってるところもあるみたいなんでその辺はね、えー、成分とかね確認したり多分中身見れると思うのでちゃんと、ね、赤玉土の祭流かどうかを確認して使ってみてくださいでこちらですね,いよいよね こう植え付けていくんですけど成長点がねちょっと下向きになるように植え付けてあげますなんでえっと目の部分ですねが下の方に向くようにえさらにえ中心じゃなくてこんな感じでね壁に這わせるように植え付けていきますえこんな感じでお尻の方をちょっと上げて頭の方ですねこっち頭の方が下に向くように植え付けてあげますお尻をちょっとねこんな感じでかさ増ししてあげますでレッコンはこのさっきもねひっくり返してもらった時にわかると思うんですけどこの容器の周りをねぐるぐる回って で成長していきますのでなんでこの容器に這わせるようにみっこにね植え付けてあげます。 中心部じじゃななくてこう周りをぐるぐるるううような感じでね植え付けていきます。であとはここでル土で埋めてあげて古土を使った方は最後表面にです、ね、芝の芽土でコーティングしてあげますでポイントとしてはこれ土の量はですね大体容器の半分か、まあ、5割か4割程度を目安にしてあげてください、まあ、なぜかっていうとです、ね、これンコンがねどんどんこれから成長してきてですねどんどんね土が盛り上がってきて、えー、水のねスペースがね夏分ぐらいになっちゃうとねなくなっちゃうんですよそうすすると、ね、すぐ水切れを 起こしししたりしてましまいますので、えー、必ずね容器の量の本当半分か4割ぐらいなんで5割か4割ぐらいになるように調整して入れてあげてください、まあ、なんで自分的にはイメージ的には、まあ、4割までフル土入れて最後の1割、えー、しばのめ土でコーティングしてあげて、えー、完成って感じですん、ね、で容器の大体いい5割4割ぐらい、えー、土が入って完成っていう感じであとは水を入れてあげるっていう感じですね。 でこの芝の目土が赤玉土の細流でかなりね巻き上がりやすいのでそういうのが気になる方はさらにもう一つ上に赤玉土の小粒を敷いてあげるのもありだと思います。 ですねまあ、こんなな感じで、ねえー、りますでますたここポイントであったかくなる上立場がね出てくるまでは、えー、水位をね結構ね浅めにしてあげてくださいこれ分かりますかね、えー、結構浅いですよね、えー、浅くしてあげた方がねレンコンがね成長が早いので浮き場ががっつり出てくるまではこのぐらいのね浅めの水位で育ててあげた方がうまく育ちますし成長も早いですただ寒い地域の方でまだ凍っちゃうよとか、えー、そういう方はある程度ね水深を深めに取ってあげ あげてくもう行楽な氷が張らなくなったらこのぐらいのね水深に下げてあげるとどんどんねレンコン成長してきますし可愛い,いね浮き輪あげてきますで結構大きめの浮き輪が出てきたり立場が出てきたらもうパンパにね水入れちゃっていいですそれまではこのぐらいの水で管理してあげるのがポイントです そしてね一番重要なのがこれをできるだけ日当たりのいいところに置いておくっていうことですね。本当ねハスもスイレンと同じで日当たりが、ね、かなり重要でめちゃくちゃ、ね、太陽光好む植物ですなのでできるだけ日当たりのいい一日中日が当たるところ、まあ、最低でもね半日午前中だけでも、ね、日の当たるところ置いてあげてくださいそうするとですねシーズンになってくるとこんな感じでね綺麗なえお花が、ね、咲き乱れてきますで追肥の方法は先ほど言ったように立場が、ね、出てきてから与える、A、イメージですね。その辺も えまたね動画でこのタイミングになったら追肥するよみたいな動画ね詳しく解説しますので是非ねチャンネル登録いただいて発スの成長に合わせた座って方もね今後動画アップしていきますので是非ねチャンネル登録よろしくお願いします、えー、本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます本当に皆さんいつもコメントやグッドボタン 誠にありがとうございますまたねヤフオクでスーリアン水生植物購入してくださった方もありがとうございます今もですねヤフオクでスーリアン水生植物こちらのねハスも絶賛販売中ですので是非ねヤフオクカズのメダカスレミオトープ検索してみてくださいこちらのハスはですね本当もう2月から4月ぐらいまでのね限定販売になります先ほど言ったように、えー、夏ぐらいになっちゃうともう植え替えとかもねできなくなりますので購入したいよっていう方はね是非お早めに ヤフオク以外でもツイッターとかインスタの DM もしくは概要欄に貼ってあるメールアドレスから直接購入もできますま直接購入するにはいろいろ、ね、条件とありますので一度概要欄の動画ですねそちらをご確認くださいツイッターとかインスタだとピン止めしてますので購入の手順はねそちら直接購入の手順はそちらを、ね、ご確認ください店舗販売ではね大阪にあります箱庭物語さんや赤玉ちゃんのお店ですね静岡県にありますそちらの方 自でぜひねお近くの方は仕分込んでみてください概要欄に住所とねリンク貼ってますのでそちらからご確認くださいサブチャンネルの方では観葉植物チャンネルもやってます観葉植物好きな方はね是非サブチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いしますではまた